ユナイテッド VS リバプールが神試合すぎたということで、これは喜んでいいんじゃないでしょうか。勝てて嬉しい。いやいやいや、よかった。これもテンション低かったら、ちょっと私はもうどうしていいかわからないですから。いや、なんかもう感情ぐちゃぐちゃになりながら、うわっっていう試合でした、ね。いや、まあそうやと思います。はい、その辺を、まあ、はい、まあ僕も耳させていただきましたけど、はい、やっぱこうサポーター目線で、はい、語っていただいたらいろんな角度でまた見え方が変わってくると思いますので、はい、いろいろ解説の方していただきたいと思います、はい、よろしくお願いします。お願いします。では内藤さん解説、はい、お願いします、はい、4対3。バカ試合。いや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 、すごい試合でしたよ。大打ち合いゲーム、いろ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 、まあ思うことが、いろんな意見があるね、はい、試合でしたけれども、どうですか。まあ一番は、はい、あのディアロ最高。いや、すごかった。点取って退場。脱いでないみたいなふり。山では、あ、なるでしょ。あ、まあ、なります。あれ取ったらなるわ。いまだかつてないですよ。あんな堂々と退場してる選手いないですよ。いや、でもサポーターの方もようやったっていうね。まあまあまあ、それはでもなるっすよ、やっぱあれ。脱ぎそうやなと思ったら、脱ぐよな、そうやんなっていう。それは脱ぎますよ、あんな熱い試合で。いや、あれはもう本当最高でした、ね。まあまあね。うん、まあ、でもやっぱこう途中から出てきて結果を残した選手がいたっていうのは、まあ、うん、素晴らしかったですし、はい、まあ、結構普通にね、あの内容的にも良かったんですよ、うん、この試合、ユナイテッド、うんうん、はいはいはい、まあ、試合時間が長いのもありますけど、まあ、うん、結構シュート、ショットオンも11本打って、はいはい、トータル28本打って、うん、まあ、結構攻め込めてましたし、うん、まあ、そのアタックモメンタム、まあ、見ても、うん、まあ、結構前半の最初の前半の前半、はい、相当攻め込んでたんで、まあ、リードできたのは割と自然というか、うん、まあ、はいはい、カゼミロがいない中でも割と、うん、まあね、メインヌーが調子良かったんですよ、この試合。ちょっとメインヌーが上手すぎますね、ちょっとね。上手すぎ、もうなんかめっちゃドリブル突破結構この試合多かったんじゃないか。ドリブルアテンプト4分の4、すごいな。あ、19、えぐいな。18、まだ18です、まだ18、もうすぐ19ですね。えぐいな。いや、相当攻撃面良かった、うん、ここの突破から疑似カウント発生させたりとか、うん、あと何気に良かったのはダロトの右さ、偽サイドバック、うん、ここね、だからワンミサか左なんやっていうのはちょっと一個ね、うん、驚きでしたけど、まあ、もしかしたらサラー対策やったのかなとありつつ、はいはい、ワンミサかじゃないとダロトがこの偽サイドバック、ペナルティーボックスの角からもうちょい前あたり、うん、右の前あたりですかね、ボール持った時に分かりやすいですね、はい、これ結構その縦パスもらってくるってターンできるんですよ、うんうんうん、あれ結構そのボランチっていうよりか根本的にドリブラーの選手あるやつあると思うんですけど、はいはいはい、最悪ターンして寄せられててもその自分のボールタッチでかわせる、剥がせる、取られへん自信があるから、うんうん、まあ、ちゃんと後ろ見ていってるから結構感覚的にやってる部分大きいと思うんですけど、はいはいはい、結構そのマクトミネとかそこでターンできなくて結局バックパスしてボールが前に進まないみたいな結構多いんですけど、はいはい、まあ、ダルトはネガドリブラーなんで中央で受けて前向いて展開してみたいなのが結構多かったんで、なるほど、スタッツ的には 6.9 なんですけど、ダルトのおかげで結構疑似カウンター発動できてるシーン多かったんで、うんうん、で6点9点以上の結果を、なるほど、まあ、残したんじゃないかなっていう印象が僕の中ではありますね。見えない部分の貢献度があったと、はい、でもロングボールも結構10分の8と押しますし、すごいや、10分の8、やっぱ3失点したことで評点下がってるんですかね、うん、でも相当そのなんやろな、その意味のないロングボールじゃなくてちゃんと展開するサイドチェンジのパスとかも通してたんで、うん、すごい良かったかなっていう印象があります。うん、ただ、ただですよ。いやいやいや、これ勝ってね、別にね、いいじゃないですか。いや、よかったですよ、ホイルンでもいるからやっぱボール収まるなとか、うん、なんかワンビサカとメインの謎の相性の良さ、うん、なんか発揮してるなとか、やっぱ、まあ、まあバランは安心感のある守備やな、うん、リンデルもこの日も大きなミスはなかったなとか、いろいろあるんですよ。いや、いいじゃないですか。ただなんなんですか、ただただ相変わらずラッシュフォードの評価が難しい。またですや、難しいんすよ。いや、まあ、でもこれは僕もノリっぽくしましたけどまあ一本確実に決めてくれ、うん、まあ明確に誰が見ても思うのはやっぱ決めてっていう、うん、まあでも外したからこそのあのゴールもあるし、うん、あの失
点のところで、そこないですよね。めちゃくちゃあのクワンさんにボール運ばせて失点の起点になったりとか、まあなんかジョグと言いますね。本当なんかね、X とかでもいじられてるんですよ。ラッシュフォードのその目の前見逃す集みたいな作られて、ドリブルしてんの全部目の前でその見逃していくみたいな、いじられ動画が作られるぐらい、まあ恒例のやつなんですけど、クワンさんがめっちゃ運んでるのになんかジョグでついていくだけついてて何もせえへんみたいな。むずいっすよね、そこはね。なんかね、ラッシュフォード戻ってこいよって言ってるんですよ、いつも守備で、うん、でも戻ってきたら戻ってきたで、なんかいるけど守備せえへんから周りが混乱するっていう、うん、あ、戻ってこうへん方がええんかなってなるぐらい、その球際のところが寄せれてない。まあね、でも大事なところで決めるんですよね。点々取ってね。これソファスコアさんも 7.9 ですよ。いやー、まっ、いやー、評価が難しい。でも確かに良くなってます、うん、確実に。で、守備意識も上がってます、うん、全体としては良化傾向なんで、うん、基本的には手放しで褒めたいんですけど、うん、おーいみたいなシーン。まあ言わんとしてることは分かりますけどね、はい、ちょいちょいありました、うん、まあ、得点を取って、まあ、外したとこもあるけどっていうところあるんですよね、はい、マクトミネはもうね、すごい良かったですよ、うん、まあ、ゴールもアシストも決めて、うん、で、キーパスも2本通して、うん、まあ、ちょっとそのどっちかっていうとこうビルドアップのタスクをダロトとかメインに任せた部分もあって、まあ、高い位置でのプレーに結構その集中できたというか、はいはいはい、でもここ2、3試合感じるんですけど、うん、前向いてからのスルーパスまでの判断が早くなってるんですよ。はあ、なるほど。なんかこれは なんでなのか分かんないんですけど、ここ2試合、3試合になってユナイテッド全体的に、あ、なんかやっとコンディション調整とか、はいはいはい、そのフィジカルのための練習じゃなくてそのタクティクスのための練習がやっとできるようになってきたんやなって感じるシーンがたくさんあるんですけど、その中の一致の一つでマクトミネのパスの選択が早くなった。ああ、だからより戦術的になってきたというか、うん、こういうシチュエーションだったらこう展開しようみたいな、多分練習をやってて、はいはい、それがなんか試合に現れてる感じがします。まあ、その象徴がマクトミネの部分だと、はい、部分、まあ、あとダロトのその2サイドバックとかもしかしたらそうなのかもしれないんですけど、うん、なるほど。まあ、だからで、まあ、何よりオナナがね、ちょっといや、オナナ良かったでしょう。連発してたと思うんで、8.2、うん、まあ、まあ、失点数こそ多いですけど、はあ、でも 8セーブしてますからね。結構ほんま止め、うん、なんかあの一時のこうね、はい、批判的なのももうなくなったぐらいのイメージですけどね、うんうん、しリバプール相手に結構その勇気を持って引き口でつなぐプレー何個もあったんで、うんうん、オナナらしさがやっと出てきたかなっていう感じがしますね。なんかその、まあ、ちょっとそのラッシュフォードの守備意識の部分とか、うん、なんかガルナチョもなんか後半の途中全然帰ってこへん時間ってあったりして、うん、なんか やや自滅したというか、自分たちでエンタメ作っちゃった感じは、うん、なんかね、ビルドアップしようとしてハマってみたいな、うん、はい、なんかそういうところもね、うん、なんかこうあったりしたんかなとは思ったりしましたけど、まあ、でも、まあ、総じてでもやっぱ良くなってきてるし、うん、まあ、何より勝ったリバプールを相手に、このいや、これはね、クロップマジックをかかってるリバプールに、そうですね、まあ、ホームというアドバンテージがあったとはいえ、100何年負けてないですよね、オールドトラフォードで FA カップはね、はい、まあ、なんとか勝てたんで、うん、まあ、これ本当良かったんじゃないかなっていうのはありますね、うん、まあ、かなり思い切った交代策 ですね。そんなんやったことあったっけみたいなフォーメーションで、そうなんか最後の方なんかブルーの左サイドバックの位置、そうですよね、だからダロとマグワイア、うん、いや後ろには誰いるんやっけみたいな、もう不思議な、ウイニングイレブンのね、はい、初期のウイニングイレブンのような配置でね、スーパー前がかりフォーメーションで、であっこまでやったらなんか選手もなんかもう行くんだ、うん、勝つんだっていう、そうですね、うん、なんかメッセージがあるんかなっていうね、まあ、あれはそのもしかしたらそれが交代戦が裏目に出る可能性はありましたけど、うん、ある意味テンハグらしい、うん、アグレッシブな采配やったと思うんで、はいはいはい、まあ、よかったと思いますね、うん、アントニーも突入しよう、アントニー、0ゴールだったんですよね、で0アシストで来ててリーグ戦もで、まあ、FA カップ、カカラバカップ、FA カップやったかなの、まあ、下部のチーム相手に点決めてとかはあったんですけど、うん、やっぱその、ね、そのプレミアリーグのクラブにはまあほとんど点決めれてないみたいなのがある中で、しかも右足で、ね、打ってたんかいと。いや、いいシュートでしたよね、あれは。あれ、多分結構リバプールのディフェンダー陣びっくりしたと思いますよ、絶対そっちじゃないと思ったら、あ、そっちかい
ないみたいな。でもやっぱいろいろあった中でね、うん、その、うん、身辺の問題というかね、はいはい、中でやっぱなんか僕はこうなんか気持ち入ってるなってアントニー思ってね、うん、こういいシーンやなとか思いましたけどね、うん、そうですね。なんでまあドリブルアテンプトの3分の3、うん、グランドリーの7分の5と、うん、あとアントニーはねその、まあ、今のウィング陣の中で一番守備意識高いんですよ。おやからやっぱアントニーがいるとやっぱ守備も安定するし、うんうんうん、まあ良い部分もやっぱ大きかったんで本当素晴らしかった。エリクセンも途中から入って、まあ、ゲームコントロールし、うん、マグワイアもね安定した守備見せましたし、うん、あとまあ目立たなかったですけどマウントが復帰しました。いやこれはよかった、これは嬉しい、うん、朗報ですね。そう僕その、うん、そもそも開幕前にマウントに期待してたことは、うんまあ、もちろんピッチ内で、うんまあ、その激しいハイプレスだとか、はいはいまあ、得点に絡む部分キックとか、うん、そのいい速いクロスみたいなところも期待してるんですけど、うん、僕の中でマウントに一番期待してるのは、うん、ラッシュフォードに油断をさせるの。おー、はいはいはい、そのラッシュフォードをサブに追いやれるとしたら、まあ、マウントしかおらんと思ってるし、なるほどね、マウントやったらファンも納得するというか、はい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 、ラッシュフォードもなんかこう納得せざるを得ないレベルのタレントやと思うんで、うん、そのラッシュフォードにヒヤリとさせられる存在になってほしいんですよ、まあ、マウントには。うん、なんで、まあ、イングランド人で、まあ、7番でっていうところもあるんで、うんまあ、そういう意味ではこう彼が帰ってきたこと自体がやっぱポジティブかなっていう、うんまあ、スタッツどうのこうのの前にまあそうですね、うん、まあ一応ねこう大型でガッてきて、はいこうね、プレッシャーとかもあったでしょうし、まあ、怪我もあったしって中で、うんね、多分マウント自身も歯がゆい気持ちはあったと思うんで、うんまあ、ここでちょっとねこの気持ち、はい、勝利の中で復帰してというので ねやっぱこのサブ見たら分かると思うんですけどちょっと前までもうほぼアカデミーの選手だったのが、うん、やっぱサブにマグワイア、アントニー、エリクセン、ディアロン、マウント、ヒートン、ね、カブワラ、アムラバト、フォーソンと、まあ、もちろんアカデミーの選手もいますけど、うん、相当層は分厚くなってきた怪我に戻ってきて、ねうん、なんかスカッドがちゃんとガチッとね、うん、まあまあ もちろんリサマルとか戻ってきたらさらにね、はいうんうん、よくなるでしょうけど、まあ、この層の厚さも当然勝因のうちの、うんまあ、一つで、まあ、逆に言うと、うん、どうですかね、まあ、リバプールも、まあ、もちろんね、まあ、ツミカスとか、まあ、ガクポとか、うんまあ、ブラッドリーとかいい選手いますけどやっぱリバプールの方がやっぱ怪我に多くて層の部分は苦しんだのかなっていう印象はそうですね、ありますね。逆にこのスカッド、この怪我人の多さで、うん、このレベルのインテンシの試合ができちゃうリバプールってすごいなとも思いますしね。ルイス・ディアスとかずっと怖かったですし、ほんまに肺2個、人よりちょっと何個か倍多いんちゃうかぐらいね、運動量あるし、なんか渡る遠藤相変わらずすごかったし、誇らしかったっすけどね、僕はなんか、まあ、ここで遠藤選手、まあ、ちょっと最後ね、エリオットとお見合いみたいな感じになっちゃいましたけど、まあまあ、それも別に、うん、ミスとかではないですしね、ないんでね正直。うんいや本当に僕は、うん、この一フットボールファンとしてすごく楽しい試合やったなと思いましたよね、はいでまあ、楽しかったですね見てて、うんまあ、ちょっと、ね、僕も試合中はどうしてもラッシュフォード守備やれよとかいろいろ言った、まあ、ツイートしたりもしましたけど、うんまあ、でも本当素晴らしいとにかく勝てたのが良かった。まあここまで来たらこの勝利でねこう勢いづいても、うん、とりあえず優勝を目指すというね、はい、ことですからまあ良かったんじゃないですか。良かったです。ありがとう、ディアロン。出れないでしょ、でも。そして伝説に。いや、なかなかでも本当に、いろんないい試合ありますけれど、はい、なんかエンタメ性でも、はい、フットボールの面でもなんか、うん、今季を1、2を争う面白ゲームで、ね、やったんじゃないですか。はい。ということで、まあ皆さんちょっとね、どうなっていくか、はい、FA カップ、はい、でまあ僕は特にね、最後の話でもありましたけど、ちょっとマウント気になるんで、はいまあ、リーグ戦も含めて、ねマンチェスター・ユナイテッドはどうなっていくかね、はいまあ、次コベントリーなんですよ、ユナイテッドは。はいはい、なんで、まあ、決勝まではいける。で、チェルシーとシティいやいやいやと、まあ、こうやって、ね、油断して、ね、負けるのが、こういうところがユダサポの傲慢さなんですけど、そういうところです、まあ、コメントには勝つとしていやいや、こういうところですよ、これが不利にならないように、フラグにならないようにしていただきたいです、まあ、決勝で行ってですからね、FA カップ絶対優勝、優勝していただきたいなと思いますので、はい、皆さんも引き続き応援よろしくお願いします、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします、次回の動画でお会いしましょう、さよなら。